まゆかの教えてあげる。関東も梅雨入りか。じめじめした空気も週末の競馬予想で吹っ飛ばしちゃいましょう。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな予想を選んで世界に一つだけの予想ができるんです。今週行われるエプソムカップは競走馬の上がり3波のタイムを重要視してデータ予想をしてみようっと。実力馬かそれとも上がり馬か、果たして本命は。エプソムカップ本命は2枠2番里のアラジンになりました。そして対抗は7枠11番フルーキー、3番手は8枠12番ディサイファ、4番手は5枠7番ペルーサという予想結果になりました。ということでエプソムカップのデータ予想の結果は本命2枠2番里のアラジンになりました。前走のモンゴル大統領賞では鋭い末脚を発揮し快勝、両決馬が悲願の重賞初制覇を狙います。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加えこちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単、ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか。以上、まゆかの教えてあげるでした。